入った、あれ根に入ってるかな、根に入ったかもしれない。どうですか。うん、ちょっと準備中に根に入っちゃったかな。ただの根がかりかもしんない。ちょっと置いておこういきなり反応いいですね。反応がいいねあ、これ引っ張られて根がかりしたんだな。ちょっと置いておこう。ちょっと準備中に来てしまった。おはようございます、スターヒロジです。今日は西伊豆ですね。西伊豆飛島丸渡船で、沖磯に渡ってます。今日は AGF と2人で、来てます。狙いはイシダイです。イシダイを狙っていきたいと思います。天気はね、北東風の風なんで風裏になって、今風はない感じで、波もなく風もなく天気で最高のコンディションですね。AGF は今日がデビュー戦ですね。石台の、釣れればいいなと思います。まあ石垣台でも釣ればね、食べれるんでいいと思います。でちょっとね、今日はあのバッテリー、モバイルバッテリーの線を忘れてきて、あの沖沢の方が撮れなくなっちゃったんだけど、まあちょっと GoPro のカメラで普通に撮りたいと思います。今日はあの沖竿がなしですね。はい、では釣りしていきたいと思います。よいしょ。おおおでっけでっけ、いいサイズだねこれ。あ、当たりきてたんだ。そう、当たりきてて、おこれ石垣じゃないこれ。おお、いや、あっさり釣れちゃったよ、おい。やべえよ、これ。石台やったりしてな。もしやの、おお、石垣だ。熱い石垣。で、まあまあいいサイズだな。で、これは、ちょっと糸巻いて、あ、ぶっこ抜き、ぶっこ抜き。ぶっこ抜きだ、大丈夫だ。おお早速釣れた。いいサイズ。いやー、美味しそうだね。いや、あっさり釣っちゃったな。あっさり釣っちゃった。すげえ。かっこよ。結構引くっしょ。めちゃめちゃ引きましたよ。うん。びっくりした。やったね。でっかいっすね。食い頃だ。食い頃ですね。うん、いただいていいですかね、これは。うん。40ぐらい。40ぐらいだ。うん。おめでとうございます。何やってんのかなって、当たり来てたんだ。関西地方で。これ宿狩り？これ宿狩りと。カニミックス？ミックスですね。なんとあっさり釣っちゃったよ。ヤドカリを10匹買ってきたんで、これ1匹300円ですね。ヤドカリは遠投で使いたいと思います。近場はウニ、ヤドカリは遠投。ういっと、多分25とかなってるけど、もっと飛んでるな。もう当たりがあって餌がすごい取られる。飽きなくてはいいんだけどな、忙しいだ俺。
竹竿もなんか当たってるけど新鮮だろうな。よいしょ。忙しいね、準備が。ヤドカリだ。うん、ヤドカリ。あれ、エジより小さいな、多分。よっしゃ、初フィッシュ。おー、フィッシュ。いい曲がりだよ、これ。やったねー。石垣寄ったりして。いや、それはないな、多分な。ほぼほぼ石垣だよ。やった。まあまあ同じくらいかな、 AGF と。来た来た来た、でかい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 。同じくらいやね。ぶっこ抜き。よいしょ。よいしょ。食いごろ。食いごろ来た。よっしゃー。ヤドカリ。ヤドカリやっぱ効くんですかね。うん、いいね、ヤドカリは。なんか匂い聞こえてる。匂いがすごいもんね。よいしょ。同点。同点。食い頃だ。いいサイズだ。うん。よしよしよし、入ってる入ってる。おーっと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 。よし。キープキープ。あっちにストリングありますよ。あ、俺も持ってるストリング。使える。うんうん。手が荒れるからな。はい、結構匂いがつく。匂いするし、はい、あ、そっか、仕事柄やばいもんな、臭かったら手が。そうですね。美容師でなんか生臭いとか言ったら仕事になんねえよな。はい、あと竿とか道具もなんか臭くなっちゃう気がして。ああ、うん。確かに匂い取れねえよこれ。はい、しばらく。釣りの動画いろいろ。調べてたら、うん、これ使ってる人がいて、うん、餌つけるときはって、うん、いいじゃん、やってみようかなと思って。あ、失敗。結構このカニでかいですね。うん、大物狙い。乗った、乗ったよ。入れ食い、入れ食いだ、やべかに。すごいよ。やるがやってみ。入り食いだよ。落ちパク。そこ。今日は宿がりの日かもしれない。よっしゃ。ああ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、これ、あげて、あげて、あげて。あげて。おっしゃ、来た来た来た。ダブルヒットだ。こっちでも軽いな。軽い？抜けてる？抜けたんだね。抜けたか。あ、抜けた。あ、抜けたな。そっち抜けたな。地合いですね。地合いだな。うら。うわ、ナイス。よいしょ。ああ。地合いだ。チャンスだ。やめ、投げなきゃ。自分の方もちょっと餌付け替えて投げた方がいいよ。宿狩りに。ヤドカリですね。ヤドカリだ。チャンスチャンス。群れが回ってきてる。群れが来てる、群れが。魚群チャンスだ。よし。よし、これ。よいしょー。同じくらいのサイズかな。ヤドカリ、ヤドカリいいね、ヤドカリ。入るか入るか。やべえな、入れ食いすぎてちょっと餌がもうヤドカリ生命がなくなるもん。残り2匹のヤドカリを使います。
さあ勝負餌あと2匹先頭よし。来るでしょうか。勝負餌で。お、来てる。落ちパクだ。落ちパク。うん、今落ちパクで来てるな。餌がないかもしれないな、当たりがないってことは、あの結構カニ取れるんだよ、投げると小さいカニ入るか、入るか、入るか、もうちょい、もうちょい、まだ待てだこれぐらいまだ待て、やっぱりあの当たりがないときは多分餌がないんじゃない。生のカニとか取れにくいけど冷凍のカニはやっぱり取れやすいからさ。ああ、そういうのあるね。おっと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 、来た、乗った、入った入った、かかった、よしよっしゃ3匹目あーもう大きくねえなこれ。順調だな、ただ小さいなこれ、うん、すげえ簡単に上がってくる。これはちょっとリリースだな。あ、ブダイ、ブダイじゃねえかよ。あ、なハタだ、なんかなんかわかんねえ、ハタだ、大物ハタか、マジ。レアなの、はい、おお、初めて知ったこれ。マジか、はい、あ、じゃあキープしとこうかな。じゃあ黄金ハタっていうことでキープで。TM 情報ちょっとなんかもう釣れそう、重りも軽くして、うん、ちょっと見てください。あ、そう、さっきちょっとカニ落ちちゃいましたけど。落ちパク、うん、おー来てるね、おお。なんだろうな、あれでもうないの？そうなんですよ。すごいな、瞬殺だ。もうない。これは手強いな。ここつくんですよ。なんですかね。なんだろう、服とかかもしんねえよ。ああ、そっか。やってみます、うん、ちょっとこれ。おもろいっすよ。エサの無駄遣いみたいになってる。一回こう、よれて、石台っぽいのありました。うん、お
取れ高じゃないっす。取れ高苦戦する AGF。 これは取れ高じゃないっす。取れ高あ、切れた。ラインカッター欲しいっす。クエはあるよ、クエは。あ、ありますか。クエはね、そうそう、あれはね、さすがに切れないから、うん、太すぎて。あ、ひどいわ。はい、今2時40分です、これから片付けて帰ります。釣果は石垣台2匹と、ハタ、なんだっけ、なんとかハタでした。はい、朝のうち良かったけど、ちょっと昼ラッシュを過ぎてから全然ダメだったね。いや、しかし日当たりが良くて暑かった今日は。ということで終わりたいと思います。